大谷翔平、危機とエンジェルズの内情が明らかになる。カリフォルニア州ロサンゼルス、最終的にロサンゼルスエンジェルスのファンが恐れていたことが現実のものとなりました。多彩なプレイヤーである大谷翔平は MLB で連続して9試合欠場しています。しかしこれはエンジェルズから始まった陰謀の表面に過ぎないかもしれません。マリナーズ戦でのサプライズ、最近のシアトルマリナーズとの試合は大谷翔平が先発メンバーに登場しないという驚くべき出来事を目撃しました。代わりに彼は怪我を負ったとされ、スタンドから試合を観戦しなければなりませんでした。しかしエンジェルズの内部から始まった計画の一部であると言われています。大谷の怒り、 FOX スポーツによれば大谷翔平は LA のヘッドコーチおよびチームマネージャーと緊急会議を持ちました。大谷が会議を後にする際の失望と怒りの表情は、彼がエンジェルズを離れる可能性があることに対する懸念を引き起こしました。大谷の状況は単なる怪我だけではないようです。会議で大谷はいくつかの要求と個人的な懸念を提起し、彼とエンジェルズの関係を一層緊張させました。会議の内容は公表されていませんが、アメリカの報道機関によると、それはお金の問題ではなく、大谷翔平は単にプレーを要求したとの情報が漏れています。もし金銭の問題であれば、それはエンジェルスだけが必要としているでしょう。エンジェルスと大谷の間には壁の向こうに隠された要素があります。報道によればスポンサーとの干渉や契約に関連する要因がエンジェルズ内部での決定と争いを促進しているかもしれません。交渉と闘争が背後で続いている可能性があり、状況はますます複雑になっています。この問題の背後にあるスポンサーや契約に関連する要因については詳細が不明瞭ですね。でもおそらくお金が関わっていることは間違いないでしょう。スポーツとビジネスの関係は常に複雑です。こうなるとただの負傷だけでなく、球団絡みで代理人とかからの関係も感じられる状況ですね。代理人は無理はさせたくない、球団は言うことを聞かざるを得ない、もしかして残ってくれるかもしれないし、どうも監督は蚊帳の外というところなので、本当のところはあまりよく知らされてない感じですね。ネビン、私は大谷翔平の気持ちを尊重します。エンゼルスの大谷翔平投手が右脇腹の痛みのため連続9試合にわたり欠場しました。この状況が長期化している兆候を示しており、試合前のネビン監督は選手の感覚を尊重する姿勢を強調しました。試合前に取材に応じたネビン監督は、大谷の状態について、彼はまだ少し何かを感じているようです、私としては彼にもう2日ほど休んでいいと言いたい気持ちもあります、ただしもし彼が明日ここに来て自身の状態が良好だといえば出場させるつもりですと述べ、選手の感覚を重視して出場判断を行う姿勢を示しました。最初は誰もが大きな問題ではないと思っていました。彼も最初は1、2日で回復できると思っていました。ですので私も報道陣に同じことを伝えました。しかし回復が思ったよりも時間がかかっているようですが、復帰は近いと思いますとも述べました。大谷は先日練習中に右脇腹に違和感を訴え、予定されていたスタメン出場を回避しました。その後検査の結果は軽度の炎症がある程度で、重大な怪我ではないことが確認されました。11日には一度2番指名打者として出場する予定でしたが、試合の2時間半前に急遽スタメンから外されました。試合ではエンゼルスの先発投手サンドバルが序盤に失点し、打線も得点できずに苦しい展開となりました。特に3回には有望な場面で1点を取り逃しました。エンゼルスの残り試合は17試合となりました。現在の大谷の状態では無理に出場してもホームランを打つのは難しそうです。さらに打率が3割を切る可能性も高まっています。このような状況で大谷を強行出場させる意味は正直言って理解に苦しみます。サンドバル投手は試合序盤に3点を許し、8点を失点した後で交代という展開で試合をぶっ壊されてしまいました。初回の3点を許してからの監督の采配は一部の応援するファンにとっても疑問視されていることでしょう。消化試合であってもファンは応援しており、期待していることを忘れずにお願いしたいと思います。またサンドバル投手の8失点による完敗は厳しい結果でした。出場選手の使い方や投手の調整について今後も注視していく必要がありますね。ダルビッシュ投手が今季復帰せずに終了したこともチームにとって悲しいニュースです。人望のあるベテランとは成績だけで測れない側面を持っています。ミゲル・トラウトはエンゼルスの精神的支柱であり、
その存在は計り知れないものです。しかし彼がピークを過ぎた今、自身の野球人生を考えて大谷選手のようにチャンピオンを目指すことは当然の選択だと思います。私たちはファンとして彼らがずっと現在のままでいてくれることが心地よいと思いますが、大谷選手もトラウトも、そして新たな才能を持つ若手選手も新たな冒険に挑戦して一段階上に進んでほしいと願っています。ヒリヒリする9月という発言は2年前のものであり、それ以降言葉が誤解されてしまったように感じます。大谷選手の求めるものが具体的に何かは時折不明確な部分があります。彼の理想は自身のプレーがチームの勝利に直結することでしょうが、長いシーズンにおいては個人の力だけでは足りず、チーム全体の力が必要です。大谷選手の得意なプレースタイルと起用システムは時折相反する要素を持つことがあり、特にトラウトとの共存は難しい側面がありました。トラウトと大谷、そして彼らを支える若手選手たちが成熟し、チームの総合力が向上することはエンゼルスにとって重要な課題でしょう。トラウトが WBC で準優勝を経験し、ポストシーズンでの活躍を望む気持ちは高まっているでしょう。もし本人がそのように望むなら移籍を検討することもあり得るでしょう。エンゼルスには若手選手が多く、再建の機会もあるかもしれません。新たな選手たちが台頭し、チームが再び競争力を持つことを期待しています。トラウト選手へのリスペクトをもっと示すべきだと感じました。彼はすでに3度の MVP 受賞者で、32歳という若さでこれだけの実績を持つ選手です。彼のキャリアはまだ終わっておらず、下降曲線だとは思いません。むしろ今後も素晴らしいプレーを見せてくれる選手であると確信しています。大谷選手の存在がエンゼルスにとって重要であることは事実ですが、トラウト選手も同様にチームにとって極めて重要な存在です。エンゼルスのオーナーが球団の将来を真剣に考え、強化策を講じる必要があることは言うまでもありません。若手選手の育成力の向上や有望な選手の発掘が今後の再建に不可欠です。ドラフトで優秀な選手を見つけることは重要ですが、すでにチーム内に潜在的な才能が眠っている可能性も考慮すべきです。育成力を高め、若手選手の成長をサポートする体制を整えることがエンゼルスの長期的な成功につながるでしょう。アストロズの成功例を参考にしながら再建への取り組みを進めていくべきです。米メディアが大谷翔平の FA 獲得に疑念、カブスは記録破りの契約にリスクを犯すべきか。ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手に関する重要な契約の行方が注目されています。現在の契約が今季終了後に満了するためフリーエージェント FA となり、多くの球団が大谷の獲得に興味を示しているとされています。しかしシカゴカブスの参戦について米メディアオンタップスポーツネットは疑念の声を上げています。大谷翔平選手は二刀流として活躍し、その多彩なプレースタイルから高額な契約金が期待されていました。しかし右肘の肘内側側副靭帯 UCL の損傷により一時的に登板が不可能となり、指名打者 DH としてプレーすることが中心となりました。この影響により大谷の契約金は従来の予想よりも低くなる可能性が浮上しています。さらにトミー・ジョン手術が必要な場合、その回復期間は2024年や2025年にも影響を及ぼすかもしれません。カブスも大谷の獲得に興味を示している可能性がありますが、オンタップスポーツネットは UCL の損傷により2025シーズン半ばまで再び登板できない可能性が非常に高まった。これを考慮すると大谷に高額な契約を結ぶのは大きなリスクであるとの主張を展開し、大谷の獲得について慎重な検討が必要であるとの見解を示しました。同メディアはさらにカブスが現在のように強力なチームを維持しながら大谷のリスクを負う用意があるのか、オフシーズンの最優先課題は明らかに復活を遂げた元 MVP のコディ・ベリンジャーの保持ではないのかと問いかけました。大谷翔平選手の契約交渉は今後も注目を集め、彼の将来に大きな影響を与えるでしょう。素晴らしいアイデアですね。1年ほどの休息期間は確かに30代前半のプレイヤーにとっては痛みを伴うものかもしれませんが、それによって体を回復させ、再来年にはピッチャーとして戻ってくる可能性があります。大谷選手はまだ31歳であり、無理をせずに体調を整えれば5、6年間
トップレベルのプレーができるでしょう。今オフに彼を獲得しなかった球団に対して将来の成功を証明するチャンスをつかんでみてはどうでしょうか。個人的にもピッチャーとしての大谷選手を見ることが楽しみです。ベリンジャーが大谷選手の半分以下の金額で契約できるならそれは考えるべき選択肢かもしれません。大谷選手が2年間ピッチャーとしてプレーできないことを考えると同タイプの選手であるベリンジャーで打線を充実させ残りの予算で優れた投手を獲得するのは合理的な戦略です。様々な選手オプションがありオリックスの山本選手なども魅力的な補強候補ですね。地元のメディアが自分勝手に大谷選手の将来を予想しネガティブな見方をすることはありますが彼にとっては迷惑かもしれませんね。ただし FA 宣言をした大谷選手には数週間後にどの球団から接触があるのかそして彼のキャリアがどのように展開するのか非常に楽しみなことでもあります。彼の能力はゲーム以外でも大きな価値を持っており夢を追いかけるためのユニークな起用方法がある球団で彼が夢を実現できることを願っています。